早く乗り込め、お前たち。Wow! That father is 10 men! ユーザーは引っ越しAgain?やっぱりね、新しい拠点を持つということはいろいろ引っ越しのね、作業があるので結構やっぱりこれもヘビーですね。今日は第2回目の引っ越し行ってみましょうか。 Here we go! Here we go! さあ、今日はとても大切な記念すべき日になります。それは母ちゃんが初めて運転する。行けるのか母ちゃん。頑張ります。こんな大きい車を運転したことありますか？ない。エルグランドよりでかい。やばいです。しかもいきなり高速道路デビューしましょう。それでは行ってみましょうか、母ちゃん。はい。はい、安全運転でお願いします。はい。さあ、今、母ちゃんのドライブがスタートしました。私たちは無事に目的地までたどり着くことができるのでしょうか。さあ、本線に合流します。母ちゃん45歳、ハイエース、ワイドミッドルーフ運転数の人生初です。やほー、真剣です。全く僕のちょっかいに応えません。さあ、よく見て、ウィンカー。合流成功。なんでもねえ合流だこれ。ただの合流ですが、みんなから応援される母ちゃん、約3年ぶりのドライブです。さあ、左車線しか走っていなかった母ちゃんですが、ついに真ん中車線へとレベルアップしたいと思います。ピリー。おっと、母ちゃんがなんと追い越しています。大丈夫？渋川いか。ほさあ、だんだん自信がついてきましたか？この丸3年ぐらい全く運転しませんけども、感覚は取り戻せましたか？全然喋れない。助手席悪くないね。助手席悪くない。ゆっくり景色を眺めるの悪くないな。もうそっちに座りたくないな俺。母ちゃん、はい、正面に見えるのは右側だけです。近いよ。よく運転できたね。できたね。近い。さて、土だるパーキングに来ました。どうですか母ちゃん。じゃあここで。いかがですか？ダメですよ。やりましょう、せっかくだから。出口を出て私たちの住まいへ行くまでね。土たるパーキングです。前回の名残でしょうか、雪が少し残っています。あ、いや降ったなこれ。ちょっと、あ、新雪ですね。多分ここ 2,3 日の間に降ったと思われます。なかなかフレッシュなね。まだ新しめだよね、雪ね。さあ、あと少しです。母ちゃん、運転頑張りましょう。正面にワッパラスキー場が見えてきました。それにしても雪ないな、これ困ったね。降ってない。頼むよ、雪の神様。さあ、湯沢に来たぞ、みんな。出たら左です。5,270円。高い。さあ、そしてそのまま下道へと入ります。無事にマンション到着。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さて、だいたい到着してから2時間かけまして、今日のセットアップが完了しました。じゃーん。何が変わったかっていうと、パソコンデスク、2台設置しました。それから、洋服のハンガー。そのぐらい。あとでね、冷蔵庫、メルカリで買いまして。まあ、なんとなく人が住む家らしくなってきたんじゃないですかね、妻。まあ、こんな感じでできましたね、葵さん。いえ。またさらに設置したことで、足りないものっていうのが、見えてきましたので。さて、湯沢ナイト、今夜は鍋です。母ちゃんが今仕込んでくれてますが、とってもこたつがでかいので、我が家でやるよりも非常にこうゆとりを持って鍋ができるので、 Anytime Party OK? やっぱね、ジャパニーズスタイル鍋パーティーは、あー、もうグツグツだ、すげー早い。というわけでですね、今夜は鍋パーティー、鍋パーティーです。
腹減った。これ炭弱めた方がいいんじゃないかな。あ、それちょっと肉。こんにちは。やっほー、こんあ、野口に100均もくっついてる。うわー、まあ、まあ、何があるか分かったら6日待つ。そうだね。いただきます。うん、うまい。うん、もうダメだ、これ以上は何も食べることも飲むこともできない。わあ、すごい、食べ過ぎてお腹が破裂しそうだ。さて、時刻は昼です。昼は蕎麦を食います。食ってるシーンばっかだな今回。おじいちゃんが手打ち蕎麦を持ってきてくれたので茹でてます。一旦これで完成ってとこでしょうか。部屋はよし、行ってみましょう。まずはフロントに行きます。フロントって、フロントっていうのはここがフロントです。お願いします。卓球をやりたいです。卓球、はい、はい、ここではこういうのが借りられます。卓球、こんにちは。ビリヤード、ラケットボール、バドミントン、サッカー、フィットネス。青、青最初、青お父ちゃんで、はい、ありがとうございます。ちなみにここも紹介しておきます。ここはラケットボール場です。ちょっと暗いんですが、ここは、わなんと、昔で言う、なんか、クリケット、クリケットだっけ、ができるホールでした。今はバドミントンできるホールになってます。すごーい。声が反射する。さて、こちらがホールとなってます。あ、使っていいのはここですね。電気がついてます。このサッカーゲームは無料で使えます。私たちが勝負する卓球台はここだ。さらになんとビリヤード場もあります。こちらも1時間500円で使わせてもらうことが可能です。よーし、俺様と卓球を勝負したいというのはお前たちか。じゃん、フィットネスルームの紹介です。このような広いフィットネスルームがございます。お、すでにお客様がご利用されております。おっと、お客様、足届きますか。それエアロバイクがあります。そしてここの目玉はこいつだ。ディン、ブルブルマシーン。なんと昭和の名機ブルブルエクササイズ現役で稼働しております。これによって美しい腰のシェイプを実現できるでしょう。あ、ブルブルマシーンをただいま体験されている方がいらっしゃいます。感想を聞いてみましょう。どうでブルブルか。ブル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 、これで小鳥の腰がですね、セクシーにシェイプされていい女に仕上がっていくんだと思います。小鳥さん、いかがですか。なんかこの辺が、うん、まんまやないかい。ブルブル以外に感想ありますか。特にあるわけない。なぜならブルブルマシーンだから。さらにですね、こちらには旧式から最新式のマッサージチェアがあります。いいですね、滑った後にマッサージチェアでリラックス。そして最後こちらで足つぼマッサージをしながら、おお、やべ、内臓ともに健康に。痛い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 痛
痛い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 、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。ふぅ、じゃがじゃん、フィットネスルームのご紹介でした。さあ、今回の湯沢引っ越し第2弾はこれでおしまい。やっぱりね、たとえ短期移住とはいえ、どうしてもね、引っ越しの作業があるので、これでも、こう、最小限に抑えて、ものは用意しているつもりですけれども、とはいえ、まあ今回で2ターン目ね、引っ越し作業をやりまして、そして、次回、第3回目で、完全移住するわけですけども、まあその時もある程度、その時の方がたくさん、荷物を持ってくるかなってことになりそうなので、まあそうですね、最低でも3回ぐらいは荷物を運ぶ必要性が出てくるのかなと思います、2拠点生活。ただ我が家このハイエースのワイドミッドルーフっていうちょっと大きなサイズの車に乗ってるんですけども、それに満車してきても3回かかるので、これやっぱりちょっとちっちゃいワンボックス乗ってるご家庭だと、もう少しこの引っ越しの回数っていうのがかかるかもしれないです。あるいは引っ越し屋さんを1回手配した方が安く済むのかもしれません。その辺はそのどういう物件を選ぶかとか、どのぐらいの荷物を移動するかっていうことにもよるかと思いますけども、やはりね、2拠点生活を始めるということはもう一つ拠点を作るということなので、なかなかその準備は手間がかかってしまうのは致し方ないかなと思いますが、ただし毎回来るたびにそのワクワク度は加速するばかり。さあ次回はついに完全移住になります。その時にはきっと雪山も仕上がっていることでしょう。今からめっちゃ楽しみ。というわけで、湯沢引っ越し第2弾の動画でした。また次をお楽しみに。バイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。